こんにちは、サイクルオークです。いつもご視聴どうもありがとうございます。今回はちょっとした実験検証を行います。それでその検証は以前行ったある検証と関連しています。で、以前この5号さんでですね、乗車抵抗、つまりまあ30キロを巡航するためのワット数を出すためにどういう姿勢でやったら何ワットかっていうことで、空気抵抗っていう観点でこういう姿勢を変えて、それで分析をしたんですね。もしその回見ていらっしゃらない方がいらっしゃったら、この動画を見た後にご覧になっていただければありがたいんですけれども、今回それに関連していて、タイヤの空気圧で走行抵抗がどれだけ変わるのかっていうのをやってみたいんですね。で、読みとしては30キロで巡航する場合にはタイヤの空気圧ってそんなに関係なくて、空気抵抗の方が支配的だと思うんですけれども、まあタイヤの空気圧でどのぐらい変わるのかっていうのもやっておきたいなっていうことで今回試してみます。それでこの5号さんについている ZIP303 ファイヤークレストというホイールはちょっと特殊でして、フックレスで幅広なんですね。そのために非常に低空気圧で運用が可能になってます。具体的には ZIP のホームページで適正空気圧を計算してくれるサイトがあるんですけれども、前輪は 3.7 気圧、後輪は 3.9 気圧です。で、今回どういうパターンで試すかというと、標準っていうのがありますけれども、それとそれより1気圧空気圧を高めたパターンで、次に標準ですね、次に1気圧空気圧を低くしたパターンで、2気圧空気圧を低くしたパターンということで、計4つ各々の空気圧において30キロ巡航を行います。それで必要なワット数を計測するっていうパターンですね。で、計測するコースはいつも使っている多摩川サイクリングコースでして、で、風の影響をある程度緩和するために往復で1セットとします。つまり同じコースを4往復するっていうことになりますね。それで空気圧をどうやって調整するんだって話なんですけれども、私こういう2つのグッズを用意しました。で、1つ目はこちらですね。これ電動空気入れで、これは指定の空気圧になると自動的に空気注入が止まる優れもんですね。まずはこれである程度ちょっと高めに入れておいて、で、次にこのパナレーサーですね。パナレーサーの空気圧計を使ってきっちり空気圧を合わせ込むということをします、というような手はずで、これからデータ計測に多摩川サイクリングコースに行ってまいります。それでは始めましょう。はい、いつもの定点観測コースにやってきました。ここは多摩川サイクリングロード、神奈川県側の方ですね。それで、ここからちょっとだけ坂道で下るんですけど、それ以降は平坦で、約800メートルの平坦な区間を1往復します。で、今日は非常に天気が穏やかでして、風もここで感じる限りはほとんどありません。もしかすると走ってる間に微妙に風向きが変わってくるかもしれませんけれども、ほとんど無風といういいコンディションですね。それでお知らせした通り、今回やる検証っていうのは空気圧によってどう変わってくるかっていうことなんで、空気圧を高めな方から低めの方に落としていきます。それでもともと標準はですね、お伝えした通り前輪が 3.7 気圧、後輪が 3.9 気圧なんですけれども、1気圧高くして今前輪が 4.7 気圧、後輪が 4.9 気圧にしています。で、それからだんだん1気圧ずつ下げていくっていう形で1往復ずつやっていきます。それではまず1気圧空気圧を高めた状態でのデータ計測をしていきましょう。はい、メーター読み30キロで行きます。ということは最初の加速期間、最後の減速期間が区間がありますので、平均値はだいたい28キロぐらいになると思うんですよね。で、私の読みですけれども、以前の空気抵抗の回にお伝えした通り、時速30キロだと空気抵抗の方が支配的ですから、まあタイヤの空気圧っていうのはそんなに関わらずに誤差になるんじゃないかなっていう気が
しますね。はい、ここで終わりです。それでは引き続きまして、帰り袋に行きます。それで走行ポジションですけれども、極めて標準的なブラケットポジションです。で、服装はまあ今回はちょっとカジュアルなチノパンとか履いてますので、服装の空気抵抗は多いと思っていただいた方がいいと思います。はい、それではここで袋計測終了です。それでは1気圧下げて標準空気圧です。なんかまあやっぱり乗り慣れた空気圧って感じがします。それでコースの舗装状況がいいので、空気圧の差があまり乗り心地の差になってきていませんね。はい、ここで終了です。で、引き続いて袋いきます。はい、標準空気圧の袋計測終了です。ちょっとここでは交通事情というかトラフィックに引っかかったんで、余分なパワーが必要だったかもしれません。はい、継続第3回目。空気圧を標準から1気圧下げた状態ですね。それで測ります。1気圧下げると前輪が 2.7 気圧、それで後輪は 2.9 気圧ということになるわけなんですが、さすがになんかマイルド感が増したような気がしますね。なんかこれで走行抵抗がそんなに変わらないとしたら、なんかこれを乗用してもいいかなっていうぐらいのなんかいい乗り心地なんですけどね。はい、行きの計測終了です。で、引き続いて帰りの計測を行います。はい、計測終了です。はい、これが最後の計測セットですね。空気圧を2気圧下げた場合ということになります。で、結果前輪は 1.7 気圧後輪は 1.9 気圧ってことになります。いや、もうこのぐらい下げるのが加減でしょうかね。ですからもう1気圧下げて計測することはまあほとんど意味がないような気がします。ただ不思議なことに、こんなタイヤが重ったるい感じはしなくてですね、ちゃんと転がるんですよね、不思議なことに。まあワット数が出ますんで、それでどんな感じで出てくるかっていうのを見てみたいと思います。うん、確かになんかこれだけ下げちゃうとタイヤの引っかかりみたいなものをなんとなく感じるようになりましたね。はい、さすがに僕でも分かるような気がします。はい、計測終了。では袋いきます。これです、計測最後ですね。
はい、もうすぐゴールです。で、今回ですけどもデータのちょっと質はよろしくないような気がします。なぜなら歩行者や他の自転車がいて不必要なというかですね、一定順行だったら必要じゃない加減速をしてしまったっていうことが多々ありました。そういうことでデータとしてはちょっとばらつきがあったり、なんか順序関係が逆転しているような気もします。とりあえずこれでデータ取り終わりましたので、これをもとに分析にかけてみましょう。家に戻ります。それでは分析結果をご紹介します。まずおさらいですけども、今回やったことですが、玉川サイクリングコース片道約 800m を時速 30km 巡行して平均速度や平均パワーを計測しました。で、データ処理としては風の影響を考慮して往復の平均データを採用しています。で、当日の風はかなり穏やかでした。ただデータを振り返ってみると非常にわずかですけれども、行きは追い風、帰りは向かい風でした。それでさらにデータに影響が及ぼされるっていうことを申し上げますと、当日歩行者と自転車が多かったんですね。ですから加速したり減速したりっていうものが途中であって、でその分余計なパワーを使ってしまったっていうのが多々ありました。それで前回行ったポジション別走行抵抗の分析と比べて、今回服装はかなり空気抵抗があるような状況でした。ボトムズがチノパンを履いてたっていうことと、様々な装備が必要だったのでバックパック、リュックを背負っていったんですね。この間のポジション別の服装と比べてどうやら10ワットぐらいは余計にかかってるなっていう気がします。それでデータ計測の順番ですけれども、空気圧を変えて4往復してます。はじめは標準空気圧プラス1気圧っていうところから始めて、1気圧ずつ空気圧を下げていくという手順でやっています。それで得られたデータがこちらです。4往復なんで計8回データを取っているんですけれども、ちょっと残念ながら一番最後の一番空気圧を下げた時の帰りの数値がどうやら私のミスなのか機材の不調だったのか知りませんけれども、データとして取れておりませんで、やむなく推定値を上げています。で、推定の方法ですけれども、結局行きと帰りで実は風向きの関係で必要パワーが違っていたってことが分かりました。行き帰り行き帰り行き帰りという順番で、行きよりも帰りの方が慣らしてみると平均的に10ワットぐらい余分にパワーが必要だということが分かったんですね。ですからこの推定値の算定方法は、行きの154ワットに10ワットを足して計算しています。で、平均速度は時速 27.6km でした。まあ想定内ですね。 30km には当然いかないと思ってました。それで当日の状況だったんですけども、歩行者と自転車がかなり多くて一定速度を保つことができないパターンがありました。で、それが条件として統一できてなくて、スイスイ行けたセットと行けなかったセットっていうのがあるので、そういった意味ではデータの質としてはあまりよろしくなかったなというふうに思ってます。あと空気抵抗も若干前回のポジション別の走行検証と比べるとリュックとかチノパンだったので空気抵抗多かったと思います。こんなデータが取れましたということで、これを分析結果として出したのが次のページです。1位が1気圧抜いたパターンで、その時のパワーが144ワット、次が1気圧空気圧高めたパターンで、その時が146ワット、で次が標準空気圧の時に157ワット、次にタイヤの空気圧を標準から2気圧引いたもので159ワットということですね。で、そのパワーの状況がこういうふうに出てきています。それで1位と2位の差は2ワット程度、ところが2位から3位の時にジャンプアップしてますよね。10ワットぐらいベースが高くなってしまってます。ですから私これタイヤのせいっていうよりも、おそらくその走行条件のせいだと思うんですね。風は日程だったと思うので、おそらく歩行者回避自転車回避のために加減速をしてしまったということ、あと、まあ、速度が一定になってなかったってことで若干の巡航速度の変化、その辺が効いてるんじゃないかなっていうふうに思います。それで感触としては予想通りマイナス2気圧が一番データとしては悪いということになったんですけれども、これは順当な並び方ですね。それで実感としても2気圧っていうのはどうもかったるい感じがありました。ところがマイナス1気圧は乗った実感としてもそれほどタイヤを引きずる感触はなかったということですね。
それがパワーの結果としてもどうも現れています。それで今回の検証ではタイヤの空気圧でパワーがどれだけ変化するのかっていうのを読み取りたいっていう狙いでやったんですけども、どうやらこのグラフからはタイヤの空気圧の変化によって明確な必要ワット数の変化は読み取ることができないですね。まず順序関係がおかしいですし、こういう形でジャンプアップしているようなこともあると。したがって今回残念ながら純粋な目的は達成できなかったというふうに思います。ところが得られたものは当然あって、やはりタイヤの空気圧っていうのはそれほど必要パワーには関係がないんだと、影響が大きくないんだっていうことが分かったっていうのがまず一つで、もう一つはマイナス1気圧ですね。マイナス1気圧っていうのが相当良さげだったっていうことですね。乗り心地は明確に良くなったんだけれども、転がり抵抗はほとんど変わらないんだと思うんですね。それがデータにも出てきています。ということでここから得られた示唆としてはですね、今後は標準空気圧にこだわるっていうことをちょっと考えを改めて、マイナス1から標準空気圧っていうところでいろいろ探っていきたいなっていう印象を持ちました。以上、意図した結果は得られませんでしたけれども、得るものはあったということで今回の分析結果とします。はい、いかがだったでしょうか。今回いろいろ実験実証データ分析やってみましたけれども、今回は目的通りはいかなかったなっていうのが、まあ一つ分かったことであり反省点ですね。タイヤの転がり抵抗とか空気圧の関係っていうのは全走行パワーにおいてその中に占める割合ってすごくちっちゃいから、生じる変化だけを取り出すっていうのは相当難しいっていうことが分かったわけです。でそれを純粋にやるためにはおそらく走っててはダメで、よく海外のベンチマークテストのサイトがやるようにタイヤにローラーを押し当てて測るみたいな、そういったことをやらないとダメなんでしょうね。ですから私これに関して追試はしないことにします。で逆に思ったのが、乗り心地の変化ってやはり人間が感じられるなってことが分かったんですね。ですから今後の課題としては、いつもやってるパターンでスマホの振動計を使って乗り心地の変化を計測するっていう実証検証をやったことがあるんですけど、それをやってみたいなというふうに思ってます。つまり同じ自転車同じタイヤで空気圧をちょっとだけ変えてみて、で乗り心地がどれだけ変化するのかっていうのを分析してみたいというふうに思ってます。それで今後の実践運用という話では、標準空気圧っていうのはまあ一つのモデルケースであって、マイナス1気圧でもいけるなっていうのが分かったんですね。ですから乗り心地主体の場合にはどうも1気圧ぐらい抜いても大丈夫じゃない、逆にその方がいいじゃないっていうパターンがありそうだっていうことが分かりました。今後自分の走行シーンでいろいろ試してみたいと思います。さて今回は最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。